はい。ただいま。これは矢印か。いや、看板か。なんで光っている？前回光っているか。気づいていなかったの。光。全然気づいていなかった。だから、クラウドの武器。そうだな、ミーティオレベルアップため、このルーンブレイドの方がいいかな。まあ、ミーティオ持っていないから、大丈夫かな。あとで買おう。これはなんだ？地図。いえ、別の。これはミーティオの店。ビデオ再生しますか？はい。昔の星の危機について。エリスか。このアインシュタイン。カメラはこれでよし。テスラかな。誰？では、エファルナさん、セットラの話をお願いします。あ、これはエリスの母親かな。およそ2000年前、私たちセットラの祖先はこの星の悲鳴を聞いたそうです。最初に星の大きな傷口を見つけたのは、ノースポールにいたセトラたちでした。エファルナさん、イルスポルナという土地はどこにあるのです？ノースポールとはこの辺りのことです。そしてセトラたちは星読みを始めました。エファルナさん、星読みとはどういうことなのですか？うまく表現できませんけど、星の対話することなのです。星は空から降ってきた何かと衝突して傷ついたとかかったそうです。何千人ものセトラが力を合わせました。星の傷を癒そうとしたのです。でも、その傷はあまりにも深く、星自身が長い年月をかけて治すほかはなかったのです。古代種イアセトラは星を治す特別な力を持っているのですか？いいえ、そういう力ではありません。星の上にあるもの、すべての生命力がエネルギーになるのです。セトラたちは必要とされるエネルギーを絶え絶やさぬために必死で土地を育てようとしたのですが。ふん、北の大空洞に近いこの地に雪解けの時期が来ないのは、星の傷にエネルギーが集中しているからなのか。ええ、傷の回復に冷やすエネルギーは急速にど土地土地土地をゆくくれさせ、隠れさせ、そして星はセトラにノルスポールから離れるように進めたそうです。でも、イファルナさん、少し休みましょう。大丈夫です。セトラたちが長年
親死んだ土地から旅立ちの準備をしていた時、その時そのものは現れたのです。その姿は亡き母の亡き兄のものでした。それぞれに過去の予言を見せるのです。予言、北の大空大空洞に現れたそのものとは一体何者なのですか。まるで見当がつかないのですか。それが星を傷つけたものです。空から来た犯罪、私たちはそう呼んでいます。そのものは怪しげな顔でセトラたちに近づき、欺き、そしてウイルスを与えたのです。ウイルスに刺されたセトラたちは心を失い、そしてモンスターと化しました。化けしました。けましたかな。そのものはノルスポーと同じように別のセトラの部族に近づき、そしてまたウイルスを、顔色があまり良くない、今日はこれで終わりにしましょう。終わったか。じゃあ次のビデオ、ウェポンとは、これはインタビューですね。このでは、イファルナさん、ウェポンという名のものの存在について語っていただけますか。はい、博士がセトラだと誤解したもの、ジェノバと名付けたものこそが空から来た野罪なのです。その空から来た野罪を滅ぼすことを星が意識し始めました。ジェノバが存在する限り、星が自身の力で傷を完全に治すことができないからなのです。では、ウェポンとは星の意志が生み出した兵器ということですか？でも実際にウェポンが使われた歴史がないのです。少数の生き残ったセトラたちがジェノバに打ち勝ち、そして封印したのです。星はウェポンを生み出しました。しかし使う必要がなくなったのです。もうこの星にウェポンは存在していないのですか？ウェポンが消えることはありません。この星のどこかで眠っているのです。ジェノバを封印したと言っても、いつ蘇らないとも限りません。星の傷は完全に治ってはいないのです。星はまだジェノバを形式しています。ウェポンが眠っている場所はどこなのですか？私には分かりません。星の声はもうあまり聞こえないのです。時代は変わりました。星はきっと様子を見ているのだと思います。ありがとう、イファルナさん。今日はこのくらいで。よし、ウェポンの終わり。これは
これは最後、プライベート、変態のプライベート娘の記録、生後10日目。博士、いえ、あなた何をしているの？ああ、変態。ああ、ビデオを撮ろうと思っているんですよ。でも、なんだかビデオの調子が悪くて。何を撮るの？まだ話していないことがあったかしら？いえ、そんなことではないです。かわいい我が子を撮るんですよ。この眠っている顔がまたとても可愛いんです。ああ、この人はエリスの父親か。もうそれならビデオより先にこの子の名前を決めなくちゃ。私はもう決めてますよ。女の子だったらエリス。これしかありません。もう勝手な人ね。でもエリスっていい名前ね。うふふ、あなたの固い頭で考えたにしては うまくできた。上出来じゃないかしら。どっかな、上出来かでしょ。あ、ビデオのテープか。別にプライベートじゃないだろ。これは整合か。20日目。よし、ビデオ直した。あなた、またビデオ？この前撮ったばっかりじゃないの？あ、そう、そう言わないでくださいよ。あ、私と あなたのとっても可愛い娘なんですよ。彼女のすくすくと育っていく姿を残しておきたいと思いませんか？そんなにかわいがってばっかりじゃ強い子に育たないかもしれない。エリスは普通の子とは違うんだから。これからどんな人生が待っているか。そんなこと言っちゃダメです。私があなたとエリスをどんなことをしても守ります。あなたとエリスは私の宝なんです。何があってもは、なしません。もう話しません。そうだ、話しません。あなたは私、今とっても幸せよ。あなたに会わなければ私。そうだな、失敗しました、この人。二人死んじゃった。もう一体誰なんですか、いいところで。ああ、わあわあ。なんだ、我が家のくつろぎの時間に全く。くすくす、ええ、そうね。はい、今すぐ。誰かしらね。誰？あなたたちは。あ、ここここ、探しましたよ。イーファレイヤセトラ。それから、本当に久しぶりですね。ガスト博士。あ、これはガストか。北条君、どうしてここが？いや、ガスってあれ。いや、骨を折りました。あなたたちがここにいることぐらいと言わかったアンダスですよ。でもね、2年間待ちました。私は新しいサンプルが欲しかったんですよ。クク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 。新しいサンプル、まさか、エリス。ほう、エリスちゃんですか。いい名前だ。くくくくく。く、私は死んだとは手を切ったのだ。北条君、帰ってくれたまえ。お願い、エリスは関係ないわ。私さえいればいいんでしょ。イファロナ。私の実験にはあなたたちみんなが必要なんですよ。ガスト博士、分かってくれますよね。この星の運命を変えることができるんですよ。大丈夫だ、イファルナ。私はこんな奴らには負けねえ。
無駄な抵抗はしないでくださいよ。大事なサンプルに傷をつけたくないですからね。うん、おかしなカメラがあるな。おい、壊してしまえ。丁寧に運ぶんだぞ、クククな。何をするんだ、博士。イファルナ、エリスを連れて逃げるんだ。キャーナタ。まあいい、子供を忘れるんじゃないぞ。ホービデオか、古代種オエッポン。クククク、宝の山だな。ありがとう、博士。クククククよし、ガスト。死んじゃった。これもビデオか。同じ。いや、別。なんだ。光。何の意味？何の意味この光？ん？これなんだ？ニッキー。これはニッキーか。取れない。あ、階段。何かイートルとか。いや。いただく。このイートルか。イートルターボ、そうか。これもキーかな。このベッドおかしい、爆弾かな。うん、こっち何もない。うん、無駄な場所。ああ、まあ出ようか。何も別に何も残っていない。あの光、何の意味これ？これは何だ？新しいビデオか。いや、大体同じかな。うん、わからんの。あの光、何の意味？見てあの店ない。これは何だ？これ店。宿や全部話したか？いや、まだです。まだこの人たちと話しなかった。この場所みんなと話したかな？はい、これは終わり。こっちも終わり。残りはこのインか、宿屋。じゃあ、ふう、なんだい、やけどするから近寄るんじゃねえぞ。うん、やけど。こっち入ったかな。あ、バー、そっか。名前じゃない。じゃあ、2回も。行ったことない。これはミティアじゃないね。うん。普通の宿屋。ああ、バイマン見つけた。私たち、コスタ・デル・ソルからスノーボーしに来たんだけど、もう帰っちゃうのよ。ああ、そうか、コスタ、浜辺の場所。こんな遠くまで来たのについてねえぜ、まったく。ああ、知り合いか。知り合い、まあ、忘れた。誰？ん、この村の先に超デンジャラスな坂。いや、丘かな。坂かな。坂。他の名前、ハタ、坂があるらしいんだけどさ、滑らせてくれないんだ。宿屋さん。今日は一段と寒いね。200ゴールド。ダメ。高いすぎる、お前。今日は一段。あ、お前も。ダメダメ。200ゴールド。ひどいやつ。エクスポーション。どうしないかに住んだ。これ。ベッド。ちょうど3。ちょうど3つのベッド。ベッドは何だろう、こうかな。台、ベッドは台、3台。うん。大きいなやつ。これは何？あ、博士の場所。うん。
この黒、いや黒じゃない、あの赤の光なんだ。何もない、こっちも何もない、何もない。これは謎です。これは何だ？意味わからん。進もうかな。クラウドの毛の顔。ミキオに見せない。多分役に立つかな、このオーガニスト。たくさんミティア使える。6個から大丈夫かな。とりあえずこの2倍のやつですが、一番近いミティアなんだろう。これをレベルアップしたい。この2つまだまだ。これは近い。まあ、これはとりあえずこれはいいかな。こんにちは。こんにちは。ダメでは、この先はすごい折り坂なんだ。危険だから入らないでくれ。親切にありがとう。いやいや、当然のことをしたまでさ。よし、暇だから。スノーボードの乗り方を教えやろうか。興味ないね。すまんねえやつだな。ダメでは、この坂はすごい降り坂なんだ。それでも行く。なんだよ、人が親切に。なんだ、向こうのやつらは。やばそうだぜ。いたわ、いさ。まあ、とりあえずスノーボードの乗り方しようか。よし、今だからスノーボードの乗り方を教えてやろうか。頼もうかな、頼もうかな。方向キーの上、止まった時に地面を蹴る。方向キーの左移動。方向キーの右移動。はい、当然ですね。方向キーの下、ブレーキ、四角ボタンブレーキ、バツボタンジャンプ、方向キーの左足すプラスかな。プラスは RH ボタン、エッジを効かせる。方向キーの右プラス R ボタン、R1 ボタン、エッジを効かせる。もう一度説明。同じか。遠慮する。お前うるせえ。よし、このエリス、誰？エリートか。あ、エリーナ、イリーナ、これは女です。いたわ、急いで。はい、じゃあスノーボード使おうか。戦うか、スノーボードか。クラウド、母。ここから先へは進ませないわよ。この先に何があるんだ？秘密。そんなことはどうでもいいの。よくも私のボスをやってくれたわね。ボス、スンのことか。あれは俺たちじゃない。セフィロスがやったんだ。いいえ。騙されるもんですか。嘘なんかついてない。セフィロスなんだ。いくらしらを切っても無駄よ。絶対許せない。参ったな。口で言っても無駄なんだったら体に聞いてもらおうじゃないの。私たちがこいつを。いえ、私一人で十分よ。私のパンチを避けられるは、ずかな、はずがないわ。やれるはずがないわ。
Punch, nanda. Yoa cloud. Naze, was it all yokena katta? Dose, ano. O, go, gawa, o, koera riru, hazuga naiwa. Imawa karan. Do con, kano, ieni, hori konde oite. Haya sigiru ima. Nanda. Omae, yoa sigiru cloud. これは何？この光のやつ意味のわからん。誰？あの女と、なんだ変わった？何か変わった？うん？なんだ？この村はしばらく死飾りだ。素直に従う。悪く思うな、これも仕事なんだ。ね、これは正しい、この女。うん？話せない、なんで？失礼な、この女。なんだ、スノーボードか。俺のもの、俺のもの。よし、盗め。悪い子。ああ、よし、話してる。あのおじいさんたち誰？まあ話してくれた。うん、この家の人、この村に引っ越してきて、いきなり黒マントの男が北に向かうのを見たんだ。なんだか白い雪の中で黒いマントが動くのが不気味だったな。ん？不気味、不気味かな。あ、これは大体同じかな。あの、誰？ウフリ、名前、エレーナか。エレーナ、どこ行った？ん？なんで進めない？さっきは逃げ出してしまって、何かやばそうな感じだったんだよな。それより向こうの坂を降る。おる、下がるか、おるにはスノーボードでもなければ無理だぜ。乗り方、あ、そうか、あの、うん、わかんねえやつだな、ケグシマ、来年、そうか、あの女の子の家、あの、どうかな、あの、イレインのパンチ回避すると何か起こるかな。やめるん、子供たちがいるだろう。うん、名前には関係ないが、ここよりさらに北で何かが始まるらしいんだ。本社から社長もいらっしゃる。混乱を避けるためだ。我慢してくれんか。じゃあ、ローチしようか。黙れ。じゃあ、今回このエリンのパン、攻撃を回避できるね。ちょっと早かった前回。全然見えなかったあのドッジのやつ。今回ドッジしよう。準備できた。方向キー、方向キー、ずっと方向キー。俺のパンチ十分と言っているね。嘘するのなんか。いい殺しは絶対許さない。参ったな。このくらいか。体聞いた。私のこいつを。俺パンチ。じゃあこれを回避。よし。イリーナさん。はい。今回ドッジしちゃった。回避しちゃった。なんだあいつら。神羅なのに弱かったな。うん。ああ、現れたこの二人。ぶっ飛ばせ、うん、子供だ、子供いない。今回そうだな、あの、よし、現れた。こっちかな、あのスノーボード、これくれない、スノーボード。
盗め。スノーボール必要だ。スノーボールで遊んでいたら怪我をしちゃって、しばらく外へ出れないんだ。ぐすん。お兄ちゃんにスノーボードあげるよ。よしよし。キーアイテム、スノーボード手に入れた。ありがとう、娘。うまく上手になったら教えてね。あの、ワンコーどこ行った？あ、これか。これはナズミかな。ワンコーらしくない。私にも教えてね。お願いよ。ん？ああ。え？教えて。何よ。まあいい。この娘のスノーボードを取った次は、俺もスノーボード、これはソリだな。スノーボードじゃない、ソリです。じゃあ、まあ30分かかった。スノーボードやるかな。気をつけろよ。はいはい。このスノーボードの場所をやれ。その後休みます。じゃあ、さっさと行け。もっと早く。遅い。遅い、クラウド。ああ、なんだ、なんだ、ブルーン。風船。死んだ。死んでいる。ああ、大丈夫。この風船なんだ。何のため、取っている、この風船。ばあ、邪魔。ああ、なんだ。そうだ、何のため、風船。もう、下手。下手くそ。よし、取った。いい。もう、この風船、何のため、取っているかわからん。ああ。たくさんミニゲームがあるね、この、ファイナルファンタジー。で、取れなかった。風船、何のため？1分かかった。もう、減った。私、減った。もう、ジャンプできる。忘れた。この、よし、飛べ。まる何もない。風船、もう、ああ、そっか、風船はスピード上げるか。みよん、わあ、ダサいクラウド。おお、私、風船、取れない、下手。下手すぎるクラウド。緑欲しい。緑。ひどい。緑取れない。うん、ああ、それ終わりかな。こっちも風船。大丈夫。木倒れた。はい、つまらないゲームですね。マリオカートの方がいいかな。私はあんまりレーシングゲームやらなかった。いだれかな。そうだな。私はレーシングゲームで苦手かな。俺の一番強いやつはなんだ、ファーストパーソンシューターかな。レーシングゲームかなり下手。ああ、これは長い。いつ終わりこれ。ああ、邪魔。このなんだ、ひなこ。ひなこ邪魔。
山物。終わりたい、これ。4分。ああ、よかった、終わり、これ。ああ、よし。どこだ、クラウド。どこかわからん。ティファ死んだか。なんとか飛び越したようだな。みんな大丈夫か。当たり前だ。なんとか。一体どこへ落ちたんだ。まったくジャンプをできなかったようだ。そういえば地図をもらったわよね。四角ボタンで地図を見ましょうよ。それにしてもものすごい寒さだ。あまり長くここにいると凍えてしまう。やにゃ。そうだな。服は足りないかな。この場所に。ちょっと休みます。この地図なんだ。どこだ、クラウド。次回やります。今回ちょっと休みます。